こんにちは。今週はグレーの空ばかりで洗濯物がなかなか乾きませんね。月曜日から水曜日までの3日間日差しが出た時間を見ますと、札幌では1時間にも満たなかったんです。そして帯広では日差しが全く届いていません。農作物の管理が心配です。では今日の空の様子を見てみましょう。札幌では雲の合間から日差しが覗いていますね。ただその他の各地は今日もどんよりしています。午後は内陸を中心に強い雨や雷雨のところがありそうです。予想最高気温を見ますと、札幌は昨日より高い26度、旭川や北見は雲が広がっていても25度以上、昨日よりも蒸し暑くなります。来週にかけてはさらに蒸し暑さがパワーアップします。熱中症や食中毒をお気をつけください。では今の釧路の様子です。こちらもどんよりですね。午後はにわか雨がありそうです。午後の天気です。雲が主役の空が続きますが、札幌は雲の合間から日差しが届くでしょう。太平洋側では弱い雨の降るところがありそうです。上川や北見周辺は夕方前後に急に雨雲が発達して強い雨の降るところがあるでしょう。後志や空知もにわか雨のところがありそうです。予想最高気温です。日本海側は昨日より高く25度以上の夏日になりそうです。湿度が高く蒸し暑いでしょう。熱が体にこもりやすいので水分補給を忘れず、熱中症にはご注意ください。変わって今の札幌の様子です。こちらは少し晴れ間が出ていますが、湿度が 60% を超えています。週間天気です。明日も日差しは一部に限られそうですが、旭川や北見は25度以上、土曜日は晴れ間が広がりさらに気温が上がる予想です。日曜日の雨の後は蒸し暑さがアップします。旭川は火曜日以降30度以上、札幌も木曜日から30度の真夏日予想となっています。非常に蒸し暑くなります。エアコンの出番になりそうです。お天気でした。